皆さん、こんにちは。本日はこのセッションをご覧いただきありがとうございます。本日はこちらのタイトルでセッションをお話しさせていただければと思います。それではまず最初に本セッションのスピーカーについてご紹介いたします。本セッションはユニティテクノロジージャパン株式会社小森さん、新田さん、そして Google クラウド脇坂の3名でお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。それではまず最初に本セッションの概要についてご説明いたします。 本セッションでは、Unity と Google クラウドの VertexAI を組み合わせた画像認識 AI の開発にフォーカスしたお話をさせていただきます。今回はデータ収集、そしてモデル開発、そして出来上がったモデルを活用する、この3つのステップの流れで、詳細にご説明していきたいと思います。まず最初に、データ収集では、Unity p e r パーセプションを利用したデータの生成、そして次に、モデル開発については VertexAI を活用したモデルの開発、 そして最後にこれら出来上がったモデルを活用するユースケースとしてゲームデバッグへの活用そしてデジタルツインへの活用この2つについてデモを交えながらご説明していきたいと思いますそれではまず最初にユニティパーセプションのご紹介をいたしますはいここからユニティパーセプションのご紹介をさせてください、えー ユニティパーセプションの説明に移る前に最初にあの Unity という会社についてご紹介させてください Unity は2004年の創業以来ゲーム開発ツールを含むリアルタイム 3D 関連エコシステムを提供する会社として成長してまいりましたこちらが私たちがご提供しております開発ツール u Unity エディターになります u Unity エディターはリアルタイム 3D コンテンツの作成を支援し 開発したものを様々なプラットフォーム向けにオーサリングするする機能を持っておりますそしてこちらが本題の一つである Unity Perception になります Unity Perception は先ほどの Unity エディターに追加して使用するツールで画像認識 AI のための学習データセットを簡単な操作によって生成することができます こちらがデータセット収集時の一般的な課題になります。データセット収集にはですねこれらの課題がございました。ここで Unity Perception をご利用いただくことで画像認識 AI の学習データセットの作成をですね一気に簡略化することができます。こちらが Unity Perception の機能になります。 ユニティーパーセプションを使って生成できるアノテーションの種類には 2D バウンディングボックスセマンティックアノテーション人体のキーポイントなどがございますまたこれらの機能はお客様の用途に応じて拡張していただくことも可能です続いてバーテックス AI のご紹介に移ります はいそれでは次にモデル開発で利用できる Google クラウドの VertexAI についてご説明していきます。Google Cloud ではさまざまなユースケースで活用できる AI プロダクトを多くのプロダクトを準備しております。今回ご紹介するのはこの中でも下の部分である VertexAI そしてその中の AutoML と開発ツールについてご説明していきます。 でそれではまず最初に VertexAutoML についてご説明いたします。VertexAutoML はこちらの赤枠で囲んだ部分が製品群になっています。VertexAutoML のプロダクトはさまざまなデータをサポートしており今回はこの中での画像分析 AutoML ビ,ビジョンを活用したモデル開発を行いました。 AutoML の最大のポイ,ントとしてポイントとしてはデータをよ準備していただくだけでそれ以外のモデルの開発やフューチャーエンジニアリングまたハイパーパラメーターチューニングなどを自動で行い簡単にモデルの開発が行うことができますまた出来上がったモデルをのデプロイも簡単に行うことができるのがポイントになっておりますこのそのつま次に VertexAI デベロップメントツールについてご説明いたします こちらのバーテックス AI では先ほどの AutoML 以外にも様々なモデルをトレーニングすることができるカスタムトレーニングやそれをデプロイするエンドポイントの機能などありまた MLOps を実現するためのパイプラインなどの様々な製品を準備しており様々なユースケースをサポート可能です。 バテックス AI の中でもいくつかの製品につついいてご説明いたします一つ目がカスタムトレーニングです。こちらはお客様の開発環境に合わせたフレームワークを選択していただき、モデルのトレーニングを行うことが可能です。また GPU など学習の高速化を行うハードウェアの選択も可能になっており、さまざまなユースケースで利用いただけます。次に VertexAI ワークベンチです。こちらは ノートブック環境を提供するソリューションでありデータ分析やモデルの学習などデータサイエンスに関わるさまざまなワークフローをサポートしております。そして最後に VertexPipelines です。こちらは MLOps などで必要となるパイプラインを提供するサービスになっており ML ライフサイクルの継続的なトレーニングそしてデプロイ実験管理などの環境を構築することが可能になっています。 それでは次に実際に,今回の、えー、実際に開発したデモを交えながらゲーム開発でのユースケースについてご説明していきたいと思います。はい、それではここから実際に 3D シミュレーション技術と AI 技術を組み合わせたゲーム開発における活用方法のユースケースの例をご説明させていただきます。 ゲーム開発においては、プレイヤーがアプリケーションとリアルタイムでインタラクションを行うため、開発者が意図しない挙動であるバグといったものをあらかじめ予測することが非常に困難であるといった問題があります。例えばこちらのスライドの図のように、衝突判定のミスによって、あのキャラクターが壁などのオブジェクトを通り抜けてしまったり、またはゲーム内カメラの設定ミスによって、手前のオブジェクトでキャラクターが隠れてしまったりといったバグが存在します。 これらのバグを見つけていく作業は従来はデバッカーと呼ばれる人たちを使って人海戦術で行われていくといったことがほとんどでしたそこで今回はユニティ・パーセプションとバーテックス AI を組み合わせることでキャラクターなどのゲーム内のオブジェクトを自動で認識しこのようなデバッグ作業のサポートを行います今回のデモではキャラクターの認識モデルを用いてプレイ動画を自動で解析し プレイヤーキャラクターが画面に映ってないフレームといったものを自動で検出いたしましたこの例のように本来キャラクターが通り抜けられないボックスなど岩などのオブジェクトを通り抜けてしまった際にキャラクターの検出がロストしその動画のフレームが下のグラフによって可視化されていますこれによってバグが発生している疑いのあるシチュエーションを自動で検出することが可能となっています それでは実際にこのデモの実装の流れについてご説明させていただきます。今回のデモのキャラクターやフィールドなどのコンテンツはすべて Unity のアセットストアに掲載されているアセットを用いて作成しています。その主な流れとしてはまず UnityPerception にある学習データセットの作成を行いその後 VertexAI によってモデルを開発最後に開発したモデルを使用したプレイ動画の解析といった流れになります。 まず、Unity Perception の導入についてですが、こちらは Unity のプロジェクトに Unity Perception をインポートするだして、使用したいラベラーを使用するだけで設定が完了します。今回は、オブジェクトの表示領域を示す2次元のバウンディングボックスと、オブジェクトのどれぐらいの領域が表示されているかを示す Occlusion ラベラーを使用しました。そして、キャラクターやアイテムといったゲーム内の検出したいオブジェクトに対して、個別にラベルを設定します。 これらの設定は全て u Unity エディター上で完結できるためスクリプトなどを特別に自分で書く必要はありません。この状態で u Unity エディターを使ってゲームを実際にデモプレイしていただくと自動的にゲーム画面のキャプチャーとそのキャプチャーに対応したラベルの学習データが JSON 形式で作成されます。 この学習データの作成作業はもちろんあの手動でプレイヤーを操作することでも可能なんですけれども Unity に搭載されている NavMesh などの AI 機能を使うことによってプレイヤーキャラクターの衝突判定の大きさや登れる段差のシャドウや高さといったものを元に自動でキャラクターが移動可能な範囲を設定しあの自動でプレイすることも可能ですこういった機能はデータセットの作成時だけではなく実際のデバッグ作業を行う際にも利用可能です ここまででユニティ y での学習データの作成は完了となります。それでは次に、ユニティ r パーセプションで生成した学習データを使用して、モデルを開発する部分についてご説明していきます。このモデルの開発には、VertexA カスタムトレーニング、VertexAutoML、そして VertexA ワークベンチなどのプロダクトが利用可能です。 これらのプロダクトを利用する際の基本的な流れとしてはまず Unity p e r パーセプションで使用したデータセットを Google Cloud Storage に格納していただきその格納したデータを VertexAI から読み込みモデルの学習などを行いますそれでは実際に学習に使用するデータについてもう少し詳細をご説明させていただきますこちらが学習データセットの前処理について記載したスライドです パーセプションからは画像データとそこに写っているキャラクターなどの座標情報などを記載している JSON の2つのデータが出力されますこの2つのデータを使って各サービスやまたトレーニングのコードに合わせたデータフォーマットに変換していく必要があります今回は AutoML に入力するための方法として JSON 型の変換した例を記載しております こちらの赤い部分で囲った部分がデータの保存先のパス今回は Google クラウドストレージを想定していますまた下の部分がキャラクターの位置情報などのアノテーションデータを示していますこのような形で適切にフォーマットを変換していただいて学習データとして活用が可能になります実際にそれらのデータを読み込まし学習した結果がこちらになっていますこちらは AutoML でのモデル開発の例のスライドです 左側の学習データの読み込みについて、先ほどパーセプションでえ、アギンティーパーセプションで作成したデータセットを読み込んでおります。実際にキャラクターなどにアノテーション情報が付与されていることが確認できます。このような形で読み込んだデータを使い、学習した結果が右上のモデル評価の図になっています。こちらで各キャラクターごとの認識精度などを確認することが可能です。 すいませんで最後に完成したモデルを使用してモデルをデプロイまたはテストを行い実際のプレイ動画というのの解析を行うことが可能になっていますそれでは実際にプレイ動画の解析について詳細をご説明いたします今回開発したモデルをデプロイした後,あデプロイした後先ほどご紹介のあったナムベッシュなどの自動プレイの機能を活用しプレイ動画の保存をしていただきます 実際にモデルでキャラクターの検出などを行う場合は動画データから画像データを取り出す作業が必要になります。そして取り出した画像データをモデルに入力しキャラクターの検出などを行った結果としてアウトプットが右のように出てきます。キャラクター抽出の部分でディテクションについて右上のような形でキャラクターがプレイ動画から抽出されていることが確認できます。 また下のグラフについてですがこちらは各プレイヤーキャラクターまたは敵キャラクターなどそれぞれのキャラクターがどのような形で表示されているかというところでの時系列変化を表したグラフですこのような情報を使うことで、えー、バグの疑いのある画面などそういったところで分析することができますそれでは実際に こちら今回開発データを使ったデモ動画の解析のデモあプレイ動画の解析のデモ動画をご覧いただければと思います。それではデモ動画の再生をお願いいたします、はい。こちらがデモ動画の解析を実際に行ったものです。上がキャラクターがディテクトされていることを表すグラフになっており、例えばこのように。 キャラクターが岩に隠れてしまった際にはキャラクターのディテクトができなくなるため白色で表示されます今回は簡単なオブジェクトディテクションキャラクターのディテクション機能だけですがこういった自動プレイの中でワグの疑いのあるような機能を見つける際にこれまで人間が目で確認する作業が必要でしたが 長時間のプレイ動画を ai で確認し、ai から怪しい部分だ。怪しい部分を見つけ出し、そこを人が確認することで、効率的な作業と、そして品質の向上に活用できるのではないかと考えております。このような形でゲームの様々なユースケースにですね。使っていただければと思いますし、またこれ以外にも様々なモデルを適用し、ユースケースに合わせた活用ができると思います。 それでは次にデジタルツインの、あ、ストップお願いします。それでは次にデジタルツインのユースケースについて、ご紹介いたします。はい、ここからはですね、デジタルツインのユースケースについて、ご紹介いたします。 まずこここでで皆様に質問ですこの2つの画像は私たち Japan、ユニティ・ジャパンオフィスの私たちがいるユニティ・ジャパンオフィスの画像なんですけれども、どちらが実写でどちらが CG か、お分かりになりますでしょうか。はい答えはですね右が実写、そして左がユニティでレンダリングしたデジタルツインの画像になります。 このように Unity では実写と見分けがつかないような画像をリアルタイムに生成することができます続いてデジタルツインを使うことのメリットになります特に今回の目的である画像性認識 AI のためのデータセット生成という観点ではデジタルツインを使うことにはこちらに挙げたようなたくさんのメリットがあります 続きまして、先ほど冒頭でご紹介いたしました、ユニティジャパンオフィスのデジタルツインアセットについて、ご説明させてください。私たちユニティジャパンではで、今回使用した弊社のオフィスの 3D データをアセットという形でご提供しております。動画をご覧ください。 はいこのようにですね細部まで表現された再現された状態の 3D データの中を自由にウォークスルーすることができます皆様のお手元でデジタルツインアセットを制作するときの参考などにしていただけましたら幸いですはい動画を終了お願いいたします 続いて先ほどのデジタルツインを使って学習データセットの生成に移ってまいります。今回の発表にあたりまして、弊社のオフィサーセットとユニティパーセプションを使って、椅子、テーブル、クッション、ソファーにラベル付けを行ったデータセットを生成いたしました。動動画画をご覧くださいこちらの動画が データセット生成中の様子を可視化したものになります。あの椅子がたくさんありますので、椅子のラベルがたくさん表示されております。まあ、こういった形で,です、ね、これは 2D バウンディングボックスといいますけれども、まあ、こういった形の画像とラベルを生成することができます。続きまして、デジタルツイン。 で学習したモデル画像認識モデルを実写に適用した例をご紹介いたしますまず動画をご覧くださいこちらの動画は先ほどのデジタルツインのデータセットをバーテックス AI で学習した画像認識モデルを実写映像に適用したものになります このようにデジタルツインのデータのみで学習した認識モデルが現実に対しても適用できることがお分かりいただけるかと思います以上がデジタルツインの実例になります、はい、そして最後に私からはですね弊社ユ n ティ y のプロフェッショナルサービスについてご紹介させてください 弊社 Unity ではツールのご提供だけではなくお客様の課題解決を支援する様々なサービスを展開しておりますテクニカルサポート住宅開発そしてコンサルティングそしてプロフェッショナルトレーニングなどがございますこれらに関してはですね、弊社のウェブページにフォームがございますのでぜひお気軽にご相談いただければと思います 続いて本日のまとめに移ります。はい、それでは本セッションのまとめをお話したいと思います。本セッションでは Unity と Google Cloud の Vertex AI を組み合わせて、えー、画像認識 AI の開発についてお話をさせていただきました。データ収集の部分については u n i t を使用した Unity Perception を使用した。 効率の良いいいデータ生成についてご紹介たたしましま次のモデル開発については VertexAI のさまざまな製品を活用したモデル開発についてご説明させていただきましたそして最後の、えー、と出来上がったモデルの活用についてはゲーム開発へのデバッグへの応用そしてデジタルツインへの応用という形で2つのユースケースを ご紹介させていただきました。本セッションで、本セッションが皆様の AI 活用のヒントにつながればとても嬉しいです。本日はセッションをご覧いただきありがとうございました。